列車の中でビールを飲んで宴会気分を味わう JR 九州のビアトレインが運行されています。1回目のビアトレインは15日、佐賀駅と多良駅間でありました。往復2時間半で佐賀駅を午後7時に出発しました。参加したのは職場仲間や友人グループおよそ120人です。参加者はにぎやかな雰囲気の中、弁当を食べながらビールを楽しみ、会話を弾ませていました。時間が経つにつれ、外の風景は夕日に染まり、ムードが盛り上がっていました。特別企画として、多良駅では名産の竹崎ガニの味噌汁などの販売もありました。毎年参加している男性は、電車に乗って気兼ねなくビールを飲めるのが醍醐味ですと話していました。このビアトレインはこの後も運行されることになっています。